はい、こんにちは、116インズです。ブレイブスがアストロズを下してワールドチャンピオンということで今季のメジャーリーグ幕を閉じましたが、皆さんもご存知かと思いますけれども、ブレイブスが優勝できた背景にはトレードデッドラインでの効果的な補強が非常に大きかったですよね。プレイオフでの補強組の活躍は目覚ましいものがありました。7月末のトレードデッドライン、コンテンダーのチームたちがそれぞれ補強ポイントを見定め、勝負を仕掛けて様々補強を行ったわけですが、実際そのトレードたちは目論見通りうまくいったのか。今回は完全に私の独断と偏見ではあるんですけれども、ランキング形式で個人的にこのトレードは本当にうまくいったなと感じたトレードを5つ挙げていきたいなと思っています。まあ、トレードデッドラインの答え合わせ的な動画として楽しんでいただけたらなと思っていますので、早速ランキングの方を見ていきましょう。はい、第5位はアスレチックスがマーリンズからスターリング・マーテを獲得したトレード。正直ブレイブスのホルヘ・ソレア獲得トレードとどっちを入れるか迷ったんですよね。しかもアスレチックスはルザルドを放出してまでマーテを獲得し、さらにプレーオフ進出も逃してしまったので本当に迷ったんですが、AL 西地区でマーテの存在に震えながら見ていたマリナーズファンとして選んだ感じです。それくらいアスレチックス打線におけるマーテの加入、マーテの存在感は大きかったのかなと感じています。アスレチックス打線は打率という点ではリーグでは下から数えた方が早いチームに、このマーテという打率3割オーバー、首位打者をも狙えた好打者が入って打線に新しいタイプの選手を加えることができましたし、また足が使える点もアスレチックスにあまりいない存在でしたよね。移籍後だけで25個も盗塁を稼ぎ、一人でたった2ヶ月間でチームトップの盗塁数も記録しました。移籍後のファングラフス算出のウィンザーボリプレイスメントで見ても、マーテはこの夏移籍した野手の中ではトレイターナに次ぐウィンザーボリプレイスメントを記録し、チームが期待していた通りのインパクトを与えてくれたのかなと思います。またアスレチックスはセンターのラモン・ラウリアーノが薬物使用で出場停止処分を受けましたが、シーズン終盤の大事な時期に正センターが離脱する緊急事態をこのマーテでカバーできたのも良かったですね。冒頭でも触れた通り、アスレチックスはマーテ以外の誤算が響き、プレーオフ進出を逃してしまったのは残念ではありましたが、トレード単体としては非常にうまくいったと言えるかと思っています。続いて第4位はアストロズがマリナーズからケンドール・グレイブマンを獲得したトレード。マリナーズファンの自分としてはこのトレード、いろいろ複雑な心境ではあるんですが、アストロズから見てマリナーズに7点差を逆転負けした翌日にそのチームのクローザーを獲得することとなったのがこのトレードです。アストロズは今季カルロス・コレアを中心に打線が蘇り、また先発陣もルイス・ガルシアの台頭など明るい話題がありましたが、一方で少々不安を抱えていたのがブルペン。グレイブマンを獲得した当時のアストロズブルペンの防御率は 4.15、 FIP もほぼ同水準で、まあ、リーグの真ん中くらいのパフォーマンスだったんですね。勝ち試合に信頼して送り出せるピッチャーが多くはなく、クローザーのライアン・プレスリーを除くともうあとは神の水を知るみたいな状態で、ライン・スタネックですとかブルックス・レイリーあたりは結構疲れてはいたものの、内容は決して良くはないといった印象でした。プレーオフも見据えるとプレスリーに並ぶリーフエースの獲得は必須。ただアストロズもペイロールが贅沢税課税ライン寸前まで来ていて、超大物選手の獲得は難しいような状況で、果たしてどんな手を取るかとなった時に、年俸が安くかつ打たせて取るタイプの先発投手から剛速球リーフへの鮮やかな転身を見せたグレイブマンを同じ地区のチームから引っ張ってきたわけなんですね。移籍後のグレイブマンはプロフィール写真と比べてヒゲが想像以上に濃くなったこと以外はアストロズが期待していたような活躍で、23試合で防御率 3.13、 マリナーズでは30試合で防御率 0.82 だったことを考えると内容が悪化しているようにも見えますが、これはマリナーズ戦でフルスライを見せすぎて3回3分の1で5失点もしてしまったのが影響しており、それ以外の試合では防御率 1.37。 グレイブマン加入後アストロズのブルペンは安定感が増し、プレーオフでも機能していましたよね。デッドラインでのブルペン補強が効いてリーグ優勝にもつながったのかなと思っています。第3位はレッドソックスがナショナルズからカイル・シュワーバーを獲得したトレード。シュワーバーは6月絶好調で、6月12日から29日までの18試合のスパンで16本のホームランを放つという常人とは思えないバッティングを見せていましたが、ただ7月入ってハムストリングを痛めてしまってトレードデッドラインの時点でも復帰できていなかったんですよね。そこが少々彼のトレードバリューを傷つけていたんですが、最終的にはボビー・ダルベックが苦しんでいたレッドソックスがファースト起用も念頭に置いて獲得。レッドソックスはファーストの補強としてカブスのアンソニー・リゾーを狙っているなんて話も出ていましたが、リゾーはライバルヤンキースが獲得し、一方連れてきたシュワーバーはファーストの経験がほとんどなく、果たして補強として適切だったのかとかなり疑問視されていましたが、移籍後の活躍によってそういった声を黙らせました。確かにシュワーバーのファースト守備は見ていてもまだ慣れていない感じが出ていて、ミスもたびたびしてはいたものの、それでも破綻しない程度には守ることができ、何よりバッティングでのインパクトが本当に大きかった。
レッドソックスでの41試合で打率2割9分1厘、OPS9 割5分7厘、そして7本のホームランと中軸クラスの活躍を見せていましたし、またレッドソックス打線主力が割と右打者が多い中で、左のパワーヒッターが加わったことで課題のファーストを埋めるとともに、打線全体のバランスも良くなった印象です。プレイオフでも11試合でホームラン3本、ALCS 第3戦では満塁ホームランを放つなど、期待以上の活躍を見せてくれたのではないでしょうか。シュワーバーの活躍もあって、レッドソックスも ALCS まで進出することができました。今、レッドソックスファンに、トレードデッドライン当時、リゾーとシュワーバーどっちを獲得すべきだったかを聞けば、おそらく多くの人はシュワーバーと答えるんじゃないでしょうかね。はい、第2位はドジャースがナショナルズからマックス・シャーザーを獲得したトレードです。このトレードでドジャースはシャーザーに加えてオールスターショートのトレイ・ターナーも合わせて獲得するというなんとも贅沢なことをしており、成立した当初は昨年世界一のチームにこれ以上タレント加えたらダメでしょうなんて風にも思いましたが、ターナーもドジャースに欠かせない活躍を見せてくれた一方、個人的にはシャーザーの存在感がより大きかったかなと感じています。トレード直前に37歳の誕生日を迎え、普通の野球選手であれば全盛期はとうの昔に過ぎたはずの年齢なんですが、シャーザーは普通の選手ではなく、移籍前の時点でも19先発で防御率 2.76 と素晴らしい内容でしたが、移籍後ピッチングのギアをさらに上げて11先発7勝無敗、防御率は 1.98、 一体いつになったら衰えが来るんだという感じですが、トレバー・バウアーが7月以降先発できず、またクレイトン・カーショーもシーズン終盤に前腕の故障で離脱し、先発の台所事情が非常に苦しかったドジャースにあって、シャーザーは本当に頼りにされていたと言いますか、負けたら終わりのワイルドカードゲームの先発も任されていましたし、また敗退の危機に追い込まれ迎えた NLCS 第6戦も当初はシャーザー先発の予定でしたからね。最終的には状態が万全でなかったことからこの試合の先発を回避し、ドジャースも敗退という結果にはなってしまったものの、大事なゲームの一番の選択肢は間違いなくこのシャーザーでした。2年連続の世界一にはドジャース手が届かなかったものの、そこへの可能性を限りなく高めてくれた特別なエース格のピッチャーとも言うべき活躍だったと思っています。そして第1位ですが、1位はやっぱりこのトレードかなと思いますね。ブレイブスがインディアンスからエディ・ロザリオを獲得したこのトレード、トレードが成立した当時ロザリオは怪我をしていまして、復帰は早くても8月、さらに成績面でも OPS6 割8分5厘と全く振るっておらず、買い手がなかなか見つからず、しかしインディアンスもプレーオフ争いから脱落気味ということで、ロザリオをただ同然で放出してでもサラリーを節約したいという意味合いが強かったトレードでした。実際見返りとしてインディアンスが獲得したパブロ・サンドバルはトレード後即リリースされていましたよね。トレードデッドラインを振り返る動画でもピックアップしましたが、当時の私はまあさすがにこのトレードが大きなインパクトをもたらすことはないだろうと考えて、見た目が面白すぎるトレードなんてふざけた表現もしていましたが、もうとんでもない、ブレイブスにとってはシーズンの運命をも変えるトレードとなりましたよね。8月に復帰し、ブレイブスでのキャリアをスタートさせたロザリオは加入後33試合で打率2割7分1厘、 OPS9 割3厘、サイクルヒットも記録するなどバッティング面で活躍を見せると、プレイオフではさらに調子を上げ、ドジャースとの NLCS では25打数14安打、3本のホームランに9打点と、完全に手がつけられない状態となってブレイブス打線を牽引、チームのワールドシリーズ進出のまさに立役者となり、 NLCS の MVP も受賞しましたよね。ロザリオを獲得した当初、彼の実績を考えたらもしかしたらシーズン終盤ブレイブスを助ける活躍を、まあ、もしかしたら見せるかもしれないことは多少は考えていたにしても、まさかここまでのインパクトを残すとは正直予想もできませんでした。見た目が面白すぎるだけで終わっていたはずのトレードが大きな影響を与える結果となり、 MLB のトレードはやはり侮れません。ということで、超独断と偏見でこの夏うまくいったトレードをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。やっぱりロザリオのトレードがね、まさかここまで大きな意味を持つなんてという感じですよね。今回は私が考える5つを挙げましたが、おそらく皆さんも様々意見があるかと思います。おい、このトレード忘れてるぞと、いろいろあると思いますので、ぜひですね、コメント欄で教えていただけると幸いです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。